三井ガーデンホテル日本橋プレミアは東京都中央区日本橋室町にあるホテル。三井ガーデンホテルの一つ。運営は三井不動産ホテルマネジメントである。三井ガーデンホテル日本橋プレミアはプレミアシリーズとしては全国で5つ目のホテルで都内では3つ目のホテルである。三井不動産が日本市パルプ商事よりプロジェクトマネジメントを受託し、 複合施設である、オーボル、日本橋ビル内に開業したホテルである。立地的には、伝統と革新が融合する街といえる、日本橋エリアの北の玄関口に位置し、最寄り駅は、東京メトロ3越前駅及び JR、新日本橋駅に地下街で直結しており、東京駅へ元保険の距離にある。日本橋や東京駅周辺のオフィス街、銀座や渋谷、新宿といった、 商業、オフィスエリアなどへのビジネス、観光、レジャーにも便利なロケーションである。建物の特徴としては、施設内外のデザインで配慮したのは、江戸文化で栄えた日本橋らしさをデザインに盛り込み、日本橋の域を体感できるデザインを採用していることである。建物構成では、中央通り沿いにホテルエントランスとカフェを配置して、賑わいを持たせたこと、 また、町の老舗店舗や観光スポット、イベントやお祭り情報など、日本橋の歴史を知ることができる、日本橋案内カウンターを設けていることである。その他、9階のホテルのメインフロアには、日本文化の象徴ともいえる宿泊客専用の大浴場が設けられており、宿泊客への癒しを整えているのが特徴である。ありがとうございます。